ひなの避難所、ひなひな。世界のお姉様、お嬢様、おはようございます。ひなです。本日は京都東山近くにあるずっと行ってみたかったベーカリーショップのレポをしていきます。まずは地下鉄東西線の東山駅を降りて一番出口へ向かっていきます。こちらの出口は階段オンリーなので頑張って階段を登っていきましょう。エレベーター方面よりも最終的には近道で行けるので。そして階段を登って登って登って登り切りました。それでは向かっていきます。午前中に出かけたので割と人が空いていて、この綺麗な日差しを動画に収めることができました。そして平安神宮や宮古メッセのある方へ向かっていきます。みんな大好き宮古メッセ。そして親切に表札がついているので、とりあえずわからない方は表札をチェックしながら歩いてみてほしいと思います。かなりわかるんですよ。曲がり角でもう遠くの方に平安神宮の鳥居が見えているので。はい、そして左へ曲がって平安神宮の方へ歩いていきます。はい、鳥居が見えましたが、この鳥居はくぐることなく今回ベーカリーショップへ行きました。宮古名声通過してもいいんですけれども、どうやったら近道で行けるかというのを研究しておりまして、実は今月も私すでに2回行ったんですけれども、今回動画で紹介する道もまだまだ近道ではありませんでしたので、また改めて機会があればご紹介できたらなと思いますが、とりあえず宮古名声の方向かえばいいんです。はい、宮古名所の手前にある美術館が見えておりますので、その美術館を右手に歩いていきましょう。はい、午前中のこの辺りはそれでも割と静かで、京都観光にはおすすめですなんて言ったら観光客の方が増えてしまうんでしょうか。でもいい道だなって思います。疎水や美術館を眺めながら歩いて、喧騒とした京都駅近くや四条河原町辺りに疲れた方にはこのエリアおすすめです。はい、そして向こう側の横断歩道が見えましたので、とりあえず大きい四つ角に出たら横断歩道を渡って、そして宮古メッセの方へ向かっていってください。右手に宮古メッセ、そして左側を見ながら歩いていくと今回の目的地のベーカリーショップに到着できます。みんな大好き宮古メッセの近くなので、某イベントのアフターなどにおすすめしたいんですけれども、席数が少ないので休日は厳しいかなといった印象がしました。はい、こちらです。ホーフベッカライエディッカータックスさんというベーカリーショップは、ハプスブルク家にかつてパンを献上されていたオーストリアのウィーンのパン屋さんで、そちらのパン屋さんが京都支店に店を構えられました。ずっと来たかったんです。皇帝の愛したパンや、エリザベート様に捧げるクッキー、マリー・アントワネット様の愛したクグロフなどが扱われているお店で、はい、こちら入り口もおしゃれです。外のテラス席もおしゃれで、入り口が少し分かりづらかったんですけれども、店に入っていこうと思います。暖かい季節だとこちらの外のテラス席も落ち着いて過ごせそうでいいなぁと思いながら眺めておりました。本当に日差しがいい感じに当たってとっても綺麗な場所です。そしてこの外のテラス席を右に行くと入り口があるので、こちらから入っていきましょう。クリスマスシーズンだったのでクリスマスらしい飾りが出されていました。可愛いです。はい、中もとっても可愛くてお土産コーナーも充実していました。というかテイクアウト、イートインよりもテイクアウトのお客様の方が多くて、私も2回目からはテイクアウトしております。はい、こちらのクッキーとっても可愛くて、もうエリザベート様に捧げるクッキーとかとっても、そしてこのクロワッサン、アントワネット様クグロフといったイメージが強いと思うんですけれども、実は朝食で食べていらっしゃったのがクロワッサンやブリオッシュ、そしてホットショコラを合わせていらっしゃったという説を私は推しています。というかよく聞きますね。ただクグロフがこの店ではアントワネット様のメニューとして推されていたようなので、今回はクグロフを頼みました。こちらのケーキもとっても美味しかったです。実はクリスマス親がここのケーキ食べたいって言ったので2回目行って買いに来たんですよ。こちらのケーキについては後ほどお話ししたいと思います。とっても可愛い、あのネットで最初に下見した時はマリア・テレジアとかっていう名前がついたケーキもあったらしいんですけれども、そちらのケーキ今シーズンは出されていないみたいでした。店内がとっても良かったです。オープン時間に行って良かった。やっぱりオープン時間少し過ぎると賑やかになってきて、こんなにゆっくり動画は撮れなかった。そしてはい、
今回クグロフを頼みました。マリー・アントワネット様の愛したクグロフらしくて、クグロフも有名ですよね。アントワネット様が好きだったお菓子ということで、はい。そして紅茶ホットショコラがなかったので、ロイヤルフルーツティーというのを頼みましたので、でもベーカリーショップとは思えないぐらいのおしゃれなテーブルセッティングじゃないですか。ただ銀の食器がおしゃれだったっていうことを帰って親に言ったら、西洋らしくないよねみたいなことを親が言ってて、銀の食器ってどっちかっていうとチベットとかあっち系じゃないみたいな感じで、そうなんですよね。西洋って本来は絵の描かれた食器を使われているイメージが強いですし、実際なんか西洋店とかいたら絵の描かれた食器が多いんですけれども、まあそういう細かいことは気にせず映えを意識してくださったこのテーブルセッティング私は好きです。それではいただいていきたいと思います。このロイヤルフルーツティーはローズヒップとストロベリーとハイビスカスが強かったです。いや、ハイビスカスは多分入ってないかも。でもただローズヒップが一番強かったので、ロイヤルフルーツティーと EU よりはローズヒップティー、女性の好きなお味でした。私も大好き。さっぱりしていて、どんなに甘いケーキを頼んでもこちらでさっぱりできそうだなといった印象のフルーツティーでしたが、何よりもなんだろう、紅茶も美味しいんですけれども、フルーツティーっていうのがなかなか飲めないので嬉しかったです。もちろんフルーツフレーバーの紅茶はもう大好きで、家にないとやってられないんですけれども、はい、クグロフをカットしていきます。クグロフやばいやばい、大きいんですよ。しかも結構硬いというか、もそもそしているので、カットするのが大変でしたが、カットした時びっくりしたんです。はい、中を映させていただきます。中の豪華さにびっくりしました。レーズンとクルミ、そしてしっとりとしていながら、もそもそしていて、もそもそしていながら、そこまで唾液が持っていかれないみたいな、そして表面はアーモンドとシュガーパウダーがかかっておりました。かなり本格的でした。クグロフって、店によってはパンみたいなところがあるんですけれども、こちらのクグロフは本当に焼き菓子といった感じでした。ケーキでもなくパンでもなく、本当に本場オーストリアのクグロフでした。もそもそしていて、でもあんまりもそもそしているんですけれども、水分を持っていかれない、すごく好きな食感の素朴なんですけれども、でも飽きのこない、なんだろう、素朴だけど庶民じゃないみたいな、そんなクグロフでした。いや、伝わるかな、わかんない方はちょっと京都観光とか某イベントに行かれた際に持ち帰ってみてください。いや、多分イベントとかされている時は席数がとにかく少ないので、ちょっときつそうなので、でも本当に美味しいクグロフでびっくりしました。サイズ大きいとか思ったんですけれども、朝食にはぴったりですし、何よりもこの惜しみなく入ったクルミとかレーズンとか、いや、レーズンは割と入ってるんですけども、本当にパン屋さんのクグロフでありながら、パン屋さんのクグロフじゃないというか、とても美味しかったです。フルーツティーもとっても美味しくて、なんかもう本当に小さい、言って悪いんですけれども、小さい店なんですけれども、小さい店ですし、そこまで、はっきり言ってそこまでインスタ映えも意識されていないような店なんですけれども、本当に伝統のウィーンから来て京都に店を構えました、みたいな。自然体な、なんか自然体でちょっと非日常な、そんな店です。そんな店に行きたい方におすすめですし、もうハプスブルク家ですよ。ハプスブルク家の雰囲気がもう全開に出ていらっしゃって、販売されているパンの説明書きなどもエモかったので、このお店はぜひ行かれてみてほしいし、私もお友達さんに布教できることなら布教したいんですけれども、何せ席数が少ないので行った時にちょっと座れなかったりとかしたらリスクも高いなって思いつつの、本当におすすめしたいパン屋さんです。とっても好きな雰囲気。2023年元旦からだったかな、宝塚歌劇団花組でちょうど歌方の恋が再演されますので、歌方の恋を見て、もしハプスブルク家好きになったとおっしゃる方がいらっしゃったら、もうその勢いでこの京都のホーフベッカライエディカータックスさんに行かれてみるのも良いかもしれません。そう、私ベルサイユのバラとかエリザベート様とかいろいろ行ってきましたけども、脚本だけなら歌方の恋が一番刺さりました。個人的にはもちろんエリザベート様とかもとっても良かったし、ベルバラなんてもう定番なんですけれども、でも歌方の恋は本当に、なんだろう、バッドエンドなんですけども、私の中ではいろいろ思うところの込み上げる、なんかそんなストーリーなんですよ。ヒロインのマリーベッツラちゃんにもすごく憧れますし、だからって
エリザベート様の息子のルドルフさんというマイヤーリンク事件の主人公にも共感も共感するんですよ。だからといってそのルドルフさんのいとこのジャン・サルバドル様、本当にかっこいいんです。ハプスブルグ家の生まれでありながら自由主義で未来を信じているといった、もう素敵なお姉様ねって思う。 あれなんですよ、あの私の脳内宝塚脳なんで、はい、歌方の恋ぜひ。なので来年花組の再演も、まあ私はもう行かないんですけれども、はい、あの再演の方もぜひ行かれてみてください。やはっきり言って、あの阪急電車で見かけたポスターエモいんですよ。なんか構図が2013年の空組バージョンもエモいんですけれども、今回の花組の構図はなんだろう、令和といった感じの構図で、なんだろう、相思相愛、や2013年も相思相愛なんですけども、なんか令和チックな構図でエモかったです。ポスターぜひ行かれてみてください。まあ私はもう浮気はしないって決めたので、まあ行かないんですけれども、浮気はしないって決めているので現在進行形、ずっと進行形なんですけれども、はい、歌方の恋おすすめなので、エリザベート様になりたい、マリー・ベーツラ様になりたい、マリー・アントワネット様になりたい、お姫様になりたいと思うすべての乙女様におすすめのパン屋さんです。ただ未来に希望を持つってどういうことなんだろうって考えさせられます。歌方の恋の主人公や三島由紀夫さんみたいな、私なんだろう、自害は自害でも歴史に爪痕を残すような自害だったらちょっと憧れるんですよね。いや普段はなんか現世で野望を持つことが美しいみたいなことを言ってるんですけども、三島由紀夫さんとルドルフさんに関してだけはなんかああいう爪痕の残し方本当に憧れるし、もう私三島由紀夫様にドハマりしていた時に本当に運動家のお姉様でも探してその人についていこうかなとか妄想していた時があるんですよ。いや本当に運動家、あんなに自分の意志を貫こうとしている運動家の方がいたらついていくし、でもできれば素敵なお姉様がいいなっていうのを妄想しておりまして、どなたかいらっしゃいませんか、運動したい、いやもう運動したいとかなんですけども、どんどん私やっぱりあれなんですよ、朝も昼も夜も夜中も一緒のテンションかもしれません。クグロフ本当に美味しかったです。こちらのパンはあのケーキも食べたんですけれども、あケーキについて話せてない、そうケーキ食べたんですけれども、ぜひおすすめしたいのが美容ワインのムースなんです。美容ワインのムースの中にリンゴのコンフィチュールが入っていて、上に生のラズベリーが乗っているんです。皆様何か彷彿とされませんか。そうさやかちゃんの私はラズベリーと京子ちゃんの空海のリンゴが同じムースの中に乗っかってるんですよ。エモいのでぜひ美容ワインのムース、ぜひもう宮古メスのイベントの帰りにそのケーキをアンサヤちゃん推しの方には買って帰っていただきたい。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。そして妄想楽しかった。そして帰りものどかな景色を見ながら、皆様本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。